ちるわけないでしょ。あれ君は。いや、よそう。そう、隠れてるんだ。怖いんだ。憧れた軍人、もしかして君。士官学校の入試は不合格でした。ごめん、今大事な話してるから。ちょっと待てー、お前今モンスター吹っ飛ばしたよな。これで夢への第一歩が踏み出せたわね。はい。一体誰がロイド君を編入させたのかしら。ロイド殿。アランさん、僕が士官学校に編入できたのはアランさんのおかげなんです。よろしくお願いします。この前フィロと互角っぽかったけど、こっちには魔法がある。吹き荒れろ。メナ選手の自滅により勝者ロイド・ベラドンナ。イルマよ、両親は君の魂を我が輩に売り飛ばしたんだ。我が輩の孫になってくれないか。拒否してもいいんですか。君の意思は尊重するよ。嫌なら断ってくれてもいいよ。悪魔の孫になってしまった。君を悪魔の学校に通わせてあげよう。人間が入学した前例とかないけどさ、人間とバレなきゃ食べられることもないよ。あれが悪魔学校。続きまして、理事長挨拶。よっちきま、おじいちゃんだよ。理事長だった。そして孫のイルマくんと撮った一枚がこれです。イルマくん、壇上へ。君がこの先の学校生活でつまずいて転ぶことのないよう、この言葉を送ります。アベルハーゲ、タルトゥダリ、イウサベベ、リストゥル、アブルズ、スクマヌ、スレザザ。やったー。禁忌呪文なんて唱えたらダメじゃないか。タブーなの。その晴れ舞台を怪我した罪は万死に値する。アスモデウス・アリス、その身をもって。落ち着いて。全然当たってなくね。取らない。攻撃力ゼロ、守備力は無限大、武術でねじ伏せるのみ。八つ泣きにしてくれる。倒れる。そう、それはそれは見事なジャーマンスープレックスである。いやー、さすが我が孫。どうしよう、あんなひどいことしちゃって。参りました、イルマ様。え、新たな門出にふさわしき聖典だ。というわけで、今日よりあなたも我が学園で学んでもらいますよ。ようこそ聖十字学園。すっげー、なんだこりゃ。これが学校かよ。広っ。わあ、どんだけ広いんだよこの教室。はじめまして、講師の奥村幸男です。おい幸男。授業中ですよ、座ってください。皆さん申し訳ないですが、奥村君と話があるので部屋の外でお待ちください。幸男。ユキオ、兄貴に銃なんか向けてんじゃねえ。気が済んなら撃ってみろ。何があったの。なんやこれ。なんなんやこいつら。納得いかねえ。大体軍人の俺が一般校に来てどうすんだ。おい百夜雄一郎、授業中だぞ。もういい、座ってろ。あ、もしあなたが協調性のなさそうな行動をしたら軍に報告して謹慎を延長することになっています。授業を続ける。これはちなみにこの謹慎は友達が作れない限り解けないことになる。どこまでついてくる気だよ。ああ、やめてだ。平和だね。じゃ俺帰るから。お前俺らの仲間になりたいんだろ。その辺にしとけよ。正義の味方っすか。それぞも何、お前が余一の代わりにパシられてくれんの。
言い忘れてましたが、民間人に手を出したら謹慎延長ですから。ごめんね。おめえもさっきからヘコヘコ謝ってくんな。吸血鬼は俺が殺す。はあ、実際に殺してグレンのやつに認めさせてやる。通してくれ。お前は、家畜の分際で貴様の力すすってやる。遊びは終わりだ。お前は誰も救えない。おのれ、月季の組が来る前に。おのれ、傷のかかった武器か。もうちょいで殺せたんだ。学校の友達を守ったな。あの頃の夢、あれが海上学園都市館リトルガーデン。今日から俺の暮らす場所。あ、ここでいいのかな。もしかして如月隼人？え、マジ本物？あ、結構普通。サインくれる？エミール・クロスフォード、隼人と同じリトルガーデンの新入生だよ。よろしく。オン。オン。クイーン・クレア・ハーベイ対新入生如月隼人のデュエルを開始します。さあ如月隼人、あなたの力見せてみなさい。悪い、まだ力がうまく制御できなくて、だから許してくれ。ですが、これでフィナーレですわ。まただ。ハヤト、なんだ、体が熱い。さっきまでと動きが違う。全身武装。バカな、如月隼人はハンドレットを手にしてまだ2日目だぞ。これで終わりですわ。この施設の責任者に会いたい。まずお話を。お前がこのアカデミアの責任者。この能力はマスターと同じ。そのように手続きを。転校生を紹介する。レジス・ケイ・ランデグル。セーラ・ジェ・ロイヤード。俺らのクラス外国人の転校生多くねえか。やっとライが慣れてきたとこだったのによ。なあ、お前も感じたか、セーラ。何者だ。最初に会った時から妙な感じはしていた。消えた棺、明らかに異能の力によるものにもかかわらず。確かめた方が良さそうですわね。人間どもに混じって何をしている。ああ、先月この辺りで連続して起きた怪事件について何か知っているか。あれは人間の手には負えない過ぎた力だ。探す手間が省けてよかったな。それを盗んだ連中なら死んだよ。精神支配。どうした、化け物め。うちのチームの連中が世話になったそうだな。ちょっと調子乗りすぎたんじゃねえか。人間のくせに。人間だって戦うべき理由があれば戦うさ。いつもこいつも。母ちゃん危ない。少
少し見ない間に随分と野蛮になったものだな、人間は。てめえ、次そう呼んだら殺すぞ。その前に僕が殺す。今日からここに通うのか。バスの中で私の方を見てたけど、何なの？ああいうことに関わりたくないよな。用がないならいいわ。在校生を代表して歓迎の意を表したいと思います。新入生にもそれに続くことを望む。同じクラスなのか。この学校は完全な実力主義で。隣の席なのか。嫌な偶然ね。同感だ。席につけ。 D クラスの担任となった茶柱さえだ。本校には独自のルールが存在する。まず全寮制で、この学校ではあらゆるものをポイントで買うことができる。今月分の10万ポイントが支給されている。この学校は実力で生徒を測る。哀れね。うん。お前だってぼっちだろ。本当に甘い学校ね。ん？授業中に生徒が遊んだり居眠りしていても注意さえしない。俺たちのクラスに与えられたポイントは940。これは誇るべき数字だぞ。 S システム、どこまで理解している？なんか買いに行くか。鈴音、ここまで追ってくるとはな。堀北と誰だ？兄さん。お前は今もまだ自分の欠点に気づいていない。すぐに A クラスに上がってみせます。 D クラスに振り分けられた妹、それを知れ。彼女を離せ。プネ、いい動きだな。ピアノと書道なら狙って揃えたな。偶然って怖いっすね。なかなかユニークな男だな、鈴音。上のクラスに上がりたければ死に物狂いで上がる。お前のおかげで助かったんだし、そのありがとう。今日はみんなに転校生を紹介する。いつもニコニコマヒロさんの隣に入りよるコントニャルラとホテプ。いくら護衛するためとはいえ、まさか転校してくるとは。ちょっと矢坂くんに取材したくて。ちなみにニャルコちゃんは、そういうロマンスもありですけど、肝心の殿方の方が。あの野郎、これからそうなる可能性もありと。そんなこと言ってないだろ。さあどうぞ。ヒロさんのために用意した愛情たっぷりの愛妻弁当です。わかったよ。ありがとうございます、まひろさん。おい、ニャルラとホテル。さっきの怪物、みんなには見えてないのか？都合のいい結界がありますからね。あれ、どこへしまいましたかね。あったあった。なんだよこいつ。おい、早く何とかしてくれ。どんわり、お任せあれ。えらく簡単に言ってくれますね。待ちかねたぞ、この時を。ニャルラトホテプが邪魔しに来るのは最初から分かっていた。生きている炎。昨日のドラマに出てた兄ちゃんやった。落としましたよ。ありがとう、ありがとう。どういたしまして。そんなもんチラ見するに決まっている。高校生ともなれば対面上の問題もあるから。選べ選べ。痛い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 。こんな日は学校サボってどっかに行きたくなるな。あら、意外とやんちゃなのね、ウジ虫野郎。逆転の発想すぎる。ちなみに天草くんがどうしてもと言うなら、あの、ユキイラさん。はい、聞いてくれよムッシュ。今日間抜けなクラスメイトを無視してやったぜ。じゃあ俺は。また
ねえ、君のおっぱい触らせてよ。お前、ねえ、俺のおっぱい、ねえ、俺のおっぱい触ってよ。おっぱい、あなたが自分のパイオツを触ってくれ発言をしたの。お前もうパイオツって言いたいだけだろ。認めるわ。ねえ、君のパイオツ触らせてよ、パイオツ。ねえ、俺のパイオツ触ってよ。俺のパイオツ触ってよ、パイオツ。見ましたって、ここ2階だぞ。普通子供でもやらないだろ。これを密輸したかったから証拠口通れなかったんだよね。ねえ、オオカちゃん、これ何？うん、それはアバズレン Z だよ。なんだよ、まだ1ヶ月しか経ってない新クラスにおいて。止めない、俺はそんな残念なやつじゃない。